神奈川県横浜市、子供たちの声が響くこの住宅街の片隅に切実な悩みを抱えるお宅がありました。青木家、この家が抱える問題、それはそんな家族の思いに応えるべく、あの男が注文しました。固め濃いめ多め、長野勝。なんということでしょう、なんということでしょう。なんということでしょう。まあ今回なんかは予算が1000円だけっていうこともあったんで、まあ基本的にそのラーメンとお家っていうのは同じ作りなんですよね。同じようなもんっていうか、もうほとんど同じものと言っても大丈夫かなと思います。だから他のものも一緒ですよね。例えばこれとかね、竹なんかもすごく美味しそうに見えてくると思うんですけど、それも一緒です。全く同じですね。あとはまあ一口目のスープの時にこっち側も余裕があったんで、まあまあその後も麺とかね、全部なんて言うんでしょうかね、余裕を持った日程で進められたかなっていうのは思ってますね。やっぱ余裕がないとほら残す人いるでしょ。あれすいません、夜遅くなっちゃって、はこっち長いから、その分あれするんですけど、まあだから食う寝るところに住むところみたいな、なんかあるじゃないですか言葉で。食ったし、まあ、住むとこあるし、あと寝るだけかなみたいな。まあ、でもなんか小腹すきましたね。行っちゃうぞラーメン。さーて来週のたくみさんは、カツオ、父さん、マスオさん、父さんと駅で会ったんだって。あら、タエコさん、たーま、ワカメに、はい、プレゼント。マスオさん、父さんと駅で飲んで帰ってくるんだって。じゃんけん。